こんにちは、砂かまでたっぷりチェアです。今回はイレギュラー的に難しい例いきたいと思います。流れ的には普通だったと思うんだけどね。さあやっていきましょう。今日も遠慮なくいきましょうね。ステージ1参ります。ドドンパドドンパ、急にドドンパっていう言葉が浮かんだけどさあタオパイパイゲーなのか。ビープブロックスカイギャラクシータオパイパイ、タオパイパイ、ももしろしろって書いて確かタオパイパイだったよねいけいけはぁと、いけタオパイパイ、タオパイパイ参ります。タオパイ、タオパイパイゲー、タオパイパイゲー、とりあえず上に上がって死にます。タオパイパイとかマジ最強の最強のサイボーグ人間だよね。元はただの人間だったのか、超越したもうほんと達人みたいな人だったんだよね。鶴仙人の弟さんなんだったっけな、確かな。亀仙人と鶴仙人があれなんだよね。無太斗様のところで一緒に修行した仲なんだよね。死ぬ、あぶねえ。オッケー。そのタオパイパイのドドンパっていう技がめっちゃ強いんだよな。あれやべえよな。あぶねえ。ドドンパ、ドドンパ、ドドンパと気候法が半端ねえなと思う。ほっ、オッケー、行くぜ。遠慮なく、パート2。パート2じゃない、コース、ザ・ノー・グーで。うーそだろ？コウメイ、こんちょーす。コウメイさん、こんちょーす。諸葛コウメイさん、チーす。諸葛コウメイ、やった。スリーアップし放題。あ、これまずいんじゃね？調子乗ってると。あ、大丈夫ですね。はい、お疲れ様でした。ステージ3、参りましょう。にくい。誰、俺。一応、ちはやっていう名前ではやってるけれども。あ、死んだ。これ結構難しくね？でも。オッケー。1個は大丈夫。2個続いた時がやべえ。ああ、ダメか。あぶねぶね。DH。DH マルチビタミン。マルチビタミンゲー。おい。ういそういうやつかよあんのかよ、なんかよ。あ、なるほどね。ここで撃てばいいのね。オッケー。あ、食らった。いや、死んだ。なんだよ、 DH マルチビタミンゲーか。結局はそういうことなのか。マジマルチビタミン、マルチビタミン。もうコツつかんだわ。いけた、これはいった、勝ちました。オッケー。勝ちゲー。ぬるゲーで勝ちゲー。流れが分かってしまえばぬるゲーで勝ちゲー。オッケー。ただのポンデリングゲームでした。オッケー、お疲れ様でした。ステージ4。参りましょう。Fly you fool。飛んじゃうのはバカのように。しかもあれじゃん。中年タヌキマリオの方じゃん。みんな大好き。中年マリオタヌキ。似たようなコースやったよな、これな。かぶって、まあ、あの1アップもね、緑の悪魔を取れますよってやつですよね。で、スキーさあ、進みまして。え、この雲は何？何雲かな？出雲。いや、雲の話だろ。なんで奥にさんの出身地が出てきたかな。出雲の奥に。あ、そっか、降りちゃダメなのか。難しいの、結構。これで行かなきゃダメなんだ。結構難しい。なんであそこに雲置いたんだろうな。全くわからん。これはあれだね。ここで飛んで、これ乗って、連れてって、キラーパイセンを動かすわけですね。はい。
上に持ち上げて、これ飛ぶのか、こっちか、ちげえな、いいんだ、下でいいんだ、ちげえ、そういうことか。この雲気になるな。そのまま降りて飛んで、うりゃ、オッケー、いいね、頑張れ中年、みんなの星。なんかてかこれ似たようなコースやったよな、全く、てか全く同じコースなんじゃねえのこれ。え、あ、いや違えか、同じではないか、さすがに。なんかやったような気すんな、でもこれ気のせいかな。なんかすげえ地形に見覚えがあるんだけど、あ、やばい、ついに、ただついにただの中年になってしまった尻尾が生えてるただの中年になっちまった。やべやべ、これ被んないとダメなんだろうね。左の方にあったよな、届け、オッケー、届け俺の思い、オッケー、届けみんなの夢ってなんだっけ、あれだ、ラブライブだ、ラブライブ。高坂ほのか、高坂ほのかげ、高坂ほのかげってどんなゲームだよなただの音ゲーかな。いけ、アニメの可愛い女の子キャラランキングみたいなやつで、綾瀬えりが第7位かなんかに入ってましたね、そういうので。他の子たちは一切入ってなかったな、残念ながら。ラブライバーの皆さん、残念。これで、こうして、え、こう。叩いた瞬間尻尾でとか、えぐいな、ド S だな、このマリオ。伊達に M じゃねえな。OK、今度こそ、先に進めるかな。イエーイ。尻尾か。いや、これ絶対やったわ。これやった。やったやった、これ。同じコースやってんだな、今な。これ全くもってやったわ。全くもってやったって日本語変だけど、全くもってやったわ、本当に。あ、でもこれちょっと改良版かな。いや、やっぱやったやつだよな。いけ、ぶっ壊して、もう一回飛ばないとダメ。 P 貯めて飛ぶ。この P って何の略なんだろうな。パワーか、多分パワーだな。飛ぶためにパワーが必要なんです。だからマリオにとっての健康機能食品ことキノコが必要なんですよね。取られた、間に合うか、あー、羽すらももぎ取られた。この尻尾便利すぎだね、この尻尾便利すぎるだろう、欲しいよな。これ空中でこれできるの大きいよね、正直。めっちゃ尻尾力必要だと思うけど、超尻尾力必要だろうな。いや正直ケツがもげるくらいやばいと思う、相当、これ相当やばいよね多分ね。どうでもいいか。すいませんでした。ついね。言っちゃうよね、こういうのね。ステージ5! やっていきましょう。まさかね、同じコースをもう一回やるなんて、そんなことあるんだな。いや、それだけコースを重ねてきた証拠でもあるのかな？自画自賛スタイルなんですけどもね、自分の得意なね。キモいやつですね。自覚ありだからまたね。自覚ありだからまたクソ野郎で死ぬ。オッケー。うわ、それはかわせねえ。赤キラーがちょろーんって出てくるもんだと思ったら、それが動画のためでも。無駄遣いはあかんのですよ。こいつマジクソ厄介だな。こいつクソ厄介。クソ厄介やばい。厄介ゲー、厄介ゲー。ダメなんだよね。オッケー。これで勝ちゲー。あ、速攻取られたら死んだし。マジ菅のゲーだな、これ。うらオッケー。これで勝ちゲーかな、ようやく勝ちになりますかね。そしてファイヤー。中年の火を吐くお兄ちゃんになりました。これ土管入ってないよね。あれ、どう入っちゃっていいのかな。お、ゴールだ、オッケー。すげえ、マシンみたいになってる。おー、これはすげえわ。